リチャード・オースティン・フリーマン「前科者」「常から私は人生における肉体的の喜びの中で湿っぽい冬の夜暗いところから帰ってきて明るいランプのついた暖炉の火の勢いよく燃える部屋に入る時の気持ちを大変高く評価しているのだがある11月の寒空から テンプルの部屋へ帰ってきて我が友ソーンダ大工がスリッパを履いた気楽ななりで口にパイプをくわえゴーゴーと音を立てて燃える暖炉の前に座ってしかもそのそばに私の座る椅子が空いているのを見たときには今さらのようにその感を深くしたのだった湿っぽい街灯を脱ぎながら私は探るような目つきで我が友を見た というのは、一通の手紙を手に持ったまま、しきりに彼が瞑想にふけていたからで、こんな時は大抵、新しい事件が起こっているのである。彼は不信げな私の視線に応えて、今考えているんだよ。僕が事後重犯になるかどうかと、これを読んで意見を聞かしてくれたまえ。次のような手紙を私に見せた。 今私は大変なことになって心配しています身に覚えのない罪のため逮捕状が出ているからですもしお伺いしましても無事に私を帰らせてくださいますでしょうかどうかこの手紙の持参者にご返事をお伝えください無論僕は承知したと答えた他に返事のしようがないからねしかし もし約束どおり無事に帰らせてやったら事実上僕は逃亡をほ助したことになるのだそれは君としては冒険を犯すことになるねいつ来るのその人はもう5分も前に来るはずなんだがだからあ来たようだ忍び足のような足音がしたと思うと外側のドアをたたく音が聞こえた ソーンダイクは部屋のドアを勢いよく開け、それから外のオーク材のドアの掛け金を外した。ソーンダイク先生ですか。息を弾ませた震えた声だった。どうぞお入りください。あの手紙、あなたが書いたんですか。そうです。彼は部屋に入ろうとして、私の姿を見て立ちすくんだ。 これは私の仲間のジャービス君ですだから気兼ねなさるには及びませんソーンダイがそう言いかけると彼はそれを遮ってああ覚えていますどちらの方にもお目にかかりましたあなた方も覚えていらっしゃるはずですちょっと見ては分からんかもしれませんが気味の悪い微笑を浮かべた フランク・ベルフィールドさんソーンダイクも笑いながら聞いた来訪者は驚いたように口を開けて我が友を見つめたがその目には急に不安の色が浮かんだようだったソーンダイクは言葉を続けて警察が探しているのにそんなふうをするのはかえって不利ですよそんなにカツラをかぶったりつけひげをつけたり 何も見えんようなメガネをかけたりするとそれだけであなたは警察に追っかけられます警察があなたを探しているのにそんな喜劇の舞台から飛び出したようなふうをするのはあまり賢明でないですよベルフィールドはうなるような声を出して椅子に腰を下ろしメガネを取り外してしげしげと私たちの顔を見たでは詳しく話してください 罪を犯した覚えがないと言いましたねソーンダイクは聞いた絶対に覚えはありません熱心に言った覚えがあったらこんなところへは来ませんよいつぞやは自分では安心していたのにあなたが私を有罪にしてしまいましただからあなたがごまかせる人ではないことは 私だってよく知っていますよ。本当に無罪なのなら私だってできるだけのことはしてあげます。しかしそうでないならこんなところへは来ないことですなそれはよく心得ています。ただ私が心配するのはどんなことを話しても信用してもらえないのじゃないかということなんです。とにかく私は無念無双であなたの話に耳を傾けましょう。 耳を傾けてさえいただければしまいには私を信用してくださいますよご承知の通り私も昔は悪いことをしましたしかしその罪は償いましたあなたに暴かれたのが私の最後の犯罪だったのですよ私を真人間にしてくれたのは一人の女神様の作った この世で最も真実味のある善良な女でしたその女がもし刑務所を出てからまっすぐな人間になり正直な暮らしをするならお前と結婚すると言ってくれたのですそしてその女は約束を実行してくれ私も真人間になって今ではある倉庫に勤め暮らしていけるだけの給料はもらってずっと正直に。 勤勉に生活してきたのです。そしてこのままの生活を続けていけるならもう何も言うことはないと喜んでいたらそれが今朝になってボール紙の家を倒すようにぶち壊されてしまったのですどうしたんです今朝どんなことがあったのですソーンダイクは尋ねた。今朝、出勤の途中で、 警察署の前を通ったのですそしたら「この者の,の居所を知った人があったら通知してください」と書いた写真入りのビラが貼り付けてあるじゃありませんかそばへ行ってよく見るとなんとその写真は私がホロウェイの刑務所で撮られた写真なのです私はビラの文句を読む気にもなれなかったので 急いでで家へ帰って家内に話したのですすると家内がビラを読みに行った「どうして私の写真が貼り出されたかお分かりですか?」ちょっと言葉を切った後で自分でその質問に答え「ケンバウエル殺人の犯人だというのです」ソーンバイクはかすかに口笛を吹いた。 私がそんな悪いことをしなかったのは家内がよく知っているのですあの晩私たちはうちにいたんですものしかし本人の妻がアリバイを証明してもそれが通るでしょうか本人の妻じゃあまり信用してもらえないでしょうな他に証人はないのですかソーンダイクは聞いた他には一人もないんです 一晩中二人ででいたもんですからしかしもしあなたが無罪なら多分無罪だろうと私は思うんですがあなたを有罪と見る証拠は状況的なものに違いないんですだからそんな証拠を破るにはアリバイさえ示せばいいわけなんですけれどねでどんな理由であなたは容疑者になったのですそれが ちっともわからないんです。ビラは確証があると書いてあるがその確証が何かそれは書いていないですから多分誰かがいい加減なことをそこまで言うと外のドアをたたく音がしたので彼は顔色を変えて立ち上がりブルブル震えて額に汗をにじませた「隣の部屋に隠れていらっしゃい鍵は内側にあります」 ソーンダイクは彼にさざやいた。来訪者は何も言わずにすぐ隣の部屋に入って内側から鍵をかけた外のドアを開けたソーンダイクは司祭らしい目つきで私を振り返ったが部屋に入ってきた客の顔を見て初めてその意味が分かったそれは警視庁のミラー警視だったのであるミラーは 快活な早口で。ちょっとお願い事があってお邪魔に上がりました。ジャービスさん、あなたは近頃勉強していらっしゃるそうですな。弁護士になるんですか。王位学科の大家だ。今に孫大クさんより偉くなりますぞ。孫大クにはまだまだ叶いませんよ。私はただ相談がいてというだけです。それなんですか。なんですか。 と私が尋ねたのは警視が茶色の紙包みを解き始めたからだった彼はその中から白シャツを出した白シャツとはいうものの古びてほとんどネズミ色になったシャツだった彼はその袖の褐色のシミを指さしソーンダイグさんこれは何でしょうね血でしょうか血だったら 人何の血でしょうかソーンダイクは笑いながらそんなこと見ただけでわかるもんですかバグダードの女は患者の舌を見ただけで何段目の階段から転んだか言い当てたそうですが私にはそんなゲ当はできん調べるには時間がかかりますよいつまでに調べたらいいのです今夜までに知りたいんですが 顕微鏡で見るとき少しばかり切り取ってもいいですかなるべくなら切らないでほしいんです承知しました1時間ほど待ってくださいそうですかそれはどうもありがとうミラーは立ち去る気配を見せて帽子を取ったがソーンダイクが呼び止めたついでにお聞きしたいことがあるんですケンバウエル殺人事件のことなんですが 犯人の手がかりはあったのですか。手がかり。とミラーは軽蔑するような口調で。もう犯人はわかっているんです。捕まえさえすればいいんですが、居所がわからないんです。犯人は誰です。ソーンライクは聞いた。判断に迷ったような顔で彼はソーンライクを見つめていたが。 不祥武将に言った言っても差し支えないでしょううすうすあなたも知っていらっしゃるらしいからベルフィールドという前科者なんです意味ありげに笑ったどんな証拠が上がっているんですまた彼はちょっと当惑の色を浮かべたが証拠もクソもないもうはっきりとしているんですよ ええウイスキーみたいにはっきりしているすかさずソーンダイクはウイスキーの瓶とサイフォンとグラスを彼の前に並べたバカなやつですな窓ガラスに汗のにじんだ手を当てたのですだから親指と4本の指がぴったりガラスに残ってしまったでそのガラスを切り取って がかりに調べさせたら前科のあるベルフィールドであることが分かったのです本人の写真も警視庁に保存してありましたそして窓ガラスの指紋は記録してある指紋と少しも違っていなかったのですかぴったりです右手の指が5本ともふん<う>ソーンダイクは考え込んだ ウイスキーソーダを飲みながらミラーは彼を見つめていたがあなたはベルフィールドの弁護を頼まれているんですかと出し抜けに聞いたただ事件の全体を調べるだけなんですあいつがどこにいるかご存知。また警官は押してきたベルフィールドの住所は知りませんよ 私は事件全体を公平に調べるだけですあなたと衝突する心配はないですよあなたも私もこのことを調べているあなたも事実を調べて真の犯人を捕まえたいと思っているんでしょうそうなんですそしてベルフィールドがその真の犯人なんです何かご用がありますかその指紋のついたガラスと 警視庁に保存しててある指紋を見せせくれませんか。写真を撮りたいのですそれから犯罪のあった部屋も見たいですがもう締め切ってあるのでしょうそうです締め切って鍵は私の方で保管していますそんなものを外部の人に見せるのはどうかと思うんですがでもあなたが私たちを裏切ったことがないのは事実なんですですから よろしい、承知しました1時間後に血液検査のレポートを取りに行きますからその時ガラスと指紋を見せてあげますよしかしお貸しするわけにはいきませんよじゃあこれでええー、そんなに飲んじゃいかんもうたくさん帽子を取ってさっさと出て行った警視は体も心も活気にあふれているように見えた 彼が部屋を出てドアを閉めると今まで落ち着き払っていたソーンダイクは急に人が変わったように活気を呈して激しく2階の実験室に通ずるベルを押して私を振り返り「僕はベルフィールドに話があるから君血液の検査をしてくれ水で濡らしちゃダメだよ温めた塩水のしずくの上にナイフか何かでかき落とすんだ」急いで、 私がテーブルの上に顕微鏡などを持ち出して準備をしていると外側のドアを開ける音がしていつものようにむっつり押し黙った助手のポールトンが入ってきた9時にミラーさんが指紋を持ってくるからねポールトンそれまでに指紋を取る道具やカメラの用意を頼むソーンダイクはそう言ってポールトンを返すと隣の部屋のドアをノックしてメルフィールドさん もう出てきてもいいですよ。鍵を回して、おかしな変装をしたベルフィールドが憂い顔で姿を現ました。これからあなたの指紋を取らなくちゃならん。現場の窓ガラスの指紋と比べてみるんです。指紋？私の指紋が窓ガラスに付いていたんですか？ベルフィールドは不信義な目つきをした。 ソーンダイクは彼を見ながらそうなんです窓の指紋とあなたがホロウェイ刑務所で取った指紋と比べてみたら同じだったと警視庁の人が言っていますよえ震えながらベルフィールドはがっくり力なく椅子に腰掛けたそれは何かの間違いでしょうがしかし指紋が同じというようなことがあるんですか ベルルフィールドさんはっきり言ってくださいあなたはあの晩あそこへ行ったのですか行かなかったのですか私へ嘘を言っちゃいかん正直に答えるんです行きませんよ絶対に行きませんそんならあなたの指紋じゃないんだソーンダイクはそう言ってドアのそばへ行きポールトンから大きな箱を受け取って それをテーブルの上に置いた。この事件についてあなたの知っていることは全部話してください。箱の中のものをテーブルに並べた。何も知らないんですよ。知っているのはただ…ただ…なんです指紋用の印記のしずくを銅板に垂らしていたソーンは、そう言って顔を起こして鋭く彼を見た。 知っているのはただ殺されたコードウェルが以前盗品売買をやっていたということだけなんです盗品の売買をしていた男ですかそうなんですちょいちょい警察に密告していたらしいんですだからみんなに憎まれていたんですあなたの秘密も握っていたのですかそれは握っていたでしょうが しかし警察が知っソーンダイクは小さいローラーを使ってインキを銅板の上に薄いフィルムのように伸ばしテーブルの端に白いカードを置いた次にベルフィールドの右手を取ってその人差し指に銅板のインキをつけてべったりカードの上に押させ同じように他の4本の指の指紋をカードに押させた 一通り五本の指の指紋を取ると、予備として同じのをいくつか作った。人差し指にひどい傷がありますな。ソーンダイクはベルフィールドの指を明かりに近づけてみた。これはどうしたんです？缶詰を開けていて怪我をしたのです。ひどい怪我でした。何週間も痛み続けて、ドクター・サンプスンが 一時は指を切らなくちゃダメだといったどでしたいつごろのことですもう1年ぐらい前指紋のカードに傷を受けた時を書き込むと彼はまた銅板に新たに陰気をつけ前より大きいカードを2つ3つ並べて今度は5本の指の指紋をいっときに取ります刑務所では、 四本の指を一時に取ったのです。親指だけは別に取りましたよ。分かっています。窓ガラスに付いたようなのが取りたいのです。そんな指紋を何枚か取った後、彼は時計を見て道具を箱にしまいかけたが、道具をしまいながらも彼はしきりに物思いにふけっている様子で、時々哀れな格好で椅子に座って震える指先から煙気をふき取っている。 ベルフィールドの方に目をくれたベルフィールドさんとしばらくして言ったあなたは何も悪いことはしなかったそしてこれから正直な生活をしようと思っていると言いました私はそれを信じますが今すぐ結果はわかりますそれはありがたいです安心しきっているもののような ベルフィールドの口ぶりだった。ではあなたは、また隣の部屋に入っていてください。ミラー警視がいつ来るかわからない。ベルフィールドは、急いで隣室に入って、中から鍵をかけた。ソーンダイクは、指紋を取る道具の入った箱を実験室に返し、指紋のカードを引き出しにしまい、顕微鏡をつついている私のそばへ寄ってきた。私は、 シャツについている血の粉を落としそれに塩水を加えて顕微鏡で覗き込んでいるところだったどうわかるジャービス君形のはっきりした卵型の血球だそれはありがたい寸法を測ったうん長い方が2100分の1インチ短い方が 約く三千四百分の一インチ。総音大工は、参考書の本棚から作品付きのノートを出して、生物組織の寸法表を調べた。これは、キジの血だろう。というより、実際はニワトリだね。そう言って彼は顕微鏡を覗き、側微鏡をあてがって私の計算を確かめた。 彼がそんなことをしていると、外のドアを叩く音がした。すぐ彼は出て行って、ミラー警視を部屋に入れた。ミラーは顕微鏡を見ると。調べてくださいましたな。何の血でした？鳥の血です。キジかニワトリですな、ね。ミラーはパチンと自分のズボンを叩いて。 あなたはえらい。魔法使いだ。傷をしている生地をつついたからシャツが汚れたんだと、本人が言ったんですよ。私がそれを黙っていたのに、ぴったりあなたが当てたのは、やっぱりえらいですよ。どうもありがとう。あなたが骨を折ってくださったので、私もあなたに頼まれたものを持ってきました。小さい手提げかばんを開けて、 枠にはめたガラスと青い封筒を出して、そっとテーブルの上に置いた。この枠に入っているのが窓ガラスに残したベルフィールドの指紋。封筒の方が台帳に収めてある指紋なのです。比べてみてください。ゾンダイクは枠を手に取ってみた。枠には2枚のガラスをはめてあった。 一つは窓から切り取った指紋一つはその覆いである彼はテーブルの上に白紙を広げその上で枠の中のものを黙って見た無表情な彼の目に何かひらめくように思われた私は歩いて行って彼の肩越しに覗き込んだ4本の指と親指の先が きりガラスに浮かび出しているしばらく注意深く見つめていると彼はポケットからやわらかい皮袋に入れた二重レンズを出してそれでまたじろじろと指紋を見た人さし指の先に特に気をつけて見ているようだったどうですはっきりわかるでしょうわざとつけたほど見事に写っている ミラーは言った。「はっきりしていますね。」ソーンダイクは意味ありげに笑った。「これじゃ、わざと指紋をつけたとしか思われない。それにガラスだってきれいに拭いてある。」ミラーは素早くソーンダイクを見たが、微笑はすでにその顔から消え、元の無表情な顔になって、そこからどんな意味も汲み取ることはできなかった。 徳真が行くまでガラスの指紋を見るとソーンダイクは封筒から大帳の指紋を出しそれとガラスの指紋を何度も目を移して見比べたしばらくするとその2つをテーブルの上に置きまともにミラーを見ながら「ミラーさん私の考えを言いましょうか」と言ったどうぞ。 あなたは犯人を取り違えていらっしゃる警視は鼻を鳴らしたしかし鼻を鳴らしたとはいってもごく低い音を立てただけだった高い音を立てれば相手を侮辱したことになるミラーは相手を侮辱するような無作法な男ではなかったただ相手の説に反対する意思表示をしたまでであるしかしその意思を 次の瞬間言葉に表しにた。ではマドンガラスの指紋はフランク・ベルフィールドのものではないとお考えなのですかそうですベルフィールドの指紋じゃありませんソーンダイクははっきりと答えたでも大腸の指紋が彼のものであることはお認めになるでしょうそれは認めます がかりのシングルトンくんが2つの指紋をくらべてみたら同一人であることが明らかになったのです私がくらべてみても2つはまったく同じですそうですソーンダイクは言った私がくらべてみても2つは同じでしただから窓ガラスの指紋は ベルフィールドのものじゃないというんです。また刑事は鼻を鳴らした。今度はかなり高い音を立てた。顔に皺を寄せて相手を見た。冗談にそんなことをおっしゃるのじゃないのでしょう。とがめるような言い方だった。冗談じゃない。あなたに冗談を言うのは。 山あらしをくすぐるよりも怖いですからな穏やかに孫大工は笑った私はあなたをよく知っているからいいんですがそうでなかったらあなたがむちゃを言っているように思いますよよくわかるように説明してもらいたいもんですなそんなら窓ガラスの指紋がベルフィールドのものでないということが明らかになったら あの男を逮捕しませんかあなたはどんなお考えなんです。これから法廷へ出て、私たちの論拠を根本から覆そうという魂胆なのですかホーンビー事件の時のように。今思い出したんですが、あれも指紋が問題になった事件でしたね。ミラーは急に真顔になった。私が切り札を隠しておいて、 後半の時に初めて出すので、あなたはいつもそれを恐れていらっしゃるらしい。しかし、今度は隠さない。あなたが手がかりだと信じているものが、とんでもない思い違いだということを、今ここで証明したら、ベルフィールドを追求するのをおやめになりますか警官は唸った。なんとも意味の取りようのない唸り方だった。 ソーン・はガラスの指紋を取り上げてこの指紋には面白いところがたくさんあるんですよその一つはすでにあなたやシングルトンさんもお気づきのはずだこの親指をよく見てくださいミラーは親指の指紋をよく見たそれから大腸の指紋と比較してみたどうしたんです 大帳の指紋とちっとも変わっていないように私は思うんだが。変わっていません。変わっていないところが問題なのです。本当は変わっているべきなのです。大帳の親指の指紋は他の指とは別に取ったのです。なぜ別に取ったかといえば、親指だけ他の指とは向きが違うからです。 5本の指の指紋を一時に取ろうと思えば、親指だけは横向きの指紋しか取れない。ところがこれを見ると。ガラス板を指で叩いて。5本の指が皆完全に正面を向いている。だからこれは本物じゃないんですよ。嘘とお思いになるなら、手のひらを押し付けて、あなたの5本の指の指紋を一時に取ってごらんなさい。 ミラーは自分の手のひらをテーブルに押し付けて考えていたがすぐにソーンダイクの言葉の意味を悟ったらしいするとどういうことになるんですと彼は聞いただから窓ガラスの指紋は自然についたものではない親指だけは別にくっつけたんですよすなわち 何か目的があってつけた指紋なんですよミラーは当惑したように後頭部をなでてどうも私にはよく分からん今あなたは大帳の指紋と同じだから窓ガラスの指紋はベルフィールドのではないと言いましたが私にはその意味が分からない一夜悪いがナンセンスのように思われるんです ナンセンスのように思えてもそれが本当なのです私の言うことをよく聞いてくださいこの指紋は大腸の指紋を取り上げ6年前にホロウェイ刑務所で取ったのですところがこれはガラスを取り上げこの1週間のうちにできた指紋ですそれでいて両方の指紋は そっくりそのままで、少しも違ったところがない。そうでしょそうです。ミラーはうなずいた。ところが、あなたは知らないでしょうが、この一年のうちにベルフィールドの指紋が変わるような出来事があったのです。指紋が変わるような出来事があるでしょうか？実際あったのです。 見せてあげましょう引き出しを開け、何枚かのベルフィールドのし人差し指のださに人差し指の指紋が12枚あるけれどこの白い線はてて分分この白い線は傷跡で今のベルフィールドの人差し指の指紋には どれにもこれが現れるはずなのですガラスの指紋には指紋の線が鮮やかに現れているにかかわらずこの指紋を中断する白い線がない負傷しない前の指紋ですよだからこれはベルフィールドの指紋じゃないのです負傷したというのは事実なのですか事実です だから今でも跡が残っているのです傷の手当てをした医者を証人に立てることもできるのです警官はしきりに頭をなでながら額にしわを寄せて孫大工を見たわからんですなああんたの言われることに間違いはないようだがでもやはり窓ガラスに指紋がついていたことは事実なんです 指がなければ指紋はつかないでしょうつきますよソーンダイクは言ったそんなことを言われたって私は自分の目で見ないと信用しませんそんなら見せましょうあなたはホーンビー事件のことを忘れているんだあの事件のことを新聞社の連中は赤い母子門の事件と言った あれは、私はちょっと聞いたのですがどんな証拠があったのかよく知らないんですよではお目にかけましょうかソーンダイクは鍵を差し込んで戸棚を開けその引き出しから「ホーンビー」と書いた小箱を出した小箱を開けると畳んだ紙と赤い表紙のある長方形の手帳と大きな告げ剤の 将棋の駒のようなものが出てきたこの手帳は指紋のアルバム「指紋帳」ですソーンダイクがそう説明すると警官は軽蔑するような顔でうなずいたソーンダイクはその手帳を私に渡しジャービス君この中のあの指紋を出してくれ僕は実験室から陰気を持ってくるから。 彼が部屋を出ると私はページをめくり始めた指紋帳のページをめくる私は感慨無量だったというのはどこかで述べたとおり私が妻にめぐりあったのはこの指紋帳が起源となったからであったそれには私に覚えのあるいろんな名前が書き込まれいろんな変わった特徴の指紋が収めてあったが まもなく2つの募指紋のうち左の指紋に傷のような白い縦線のあるのを発見したその下にルーベン・ホーンビーと書いてあったこの時ソーンダイクが部屋に帰って陰気をテーブルに置きミラーと私との間に座ってこれがルーベン・ホーンビーの両手の親指の指紋なんですが 左の指紋には特徴があるのはお分かりでしょミラーさん分かります話で聞いていますからソーンダイクは箱から紙を出して広げたそれにははっきりした血の母指紋が一つ押してあって鉛筆で何か書き込んであったこれを見てくださいこの指紋をどう思いますこれは、 ルーベンホーンビーの左の募子紋ですなとミラーが言ったそうじゃないのですこれはあなたが裁判所から追っかけてラドゲートヒルで見失ったウォルター・ホーンビーが上手に作った指紋なのですしかし自分の指でできた指紋じゃないどうして作ったのですミラーは不思議そうだった こうするんですソーンダイクは将棋の駒のようなものを取って陰気のパッドに押し付け次にそれを名刺の裏に押し付けた名刺の裏に母指紋ができたおおこれは驚いてミラーはその名刺を手に取ってみてこんなものができちゃ指紋の証拠も当てになりませんだ。 これはあななたたがお作りになっのですかどういう具合にして作ったのですわけはないですよ。これは私が写真版を利用して作ったのです。ホーンビーの指紋を写真にとってクロームゼラチンの板に移してお湯で洗っただけなんです。そしたらこんなスタンプの面をなでながらはんこができるのです。 ハンコを作る方法はいくらもあります。例えば、普通の転写紙と石版を使ってもよろしい。指紋の偽物を作るぐらい。優しいことはない。作った人自身が本物と自分の作った偽物と2つ並べてみて、どちらが本物かわからないぐらいなのが作れるのです。私のおまけだ兜を脱ぎましたよ。しかし。 ベルフィールドが今度の事件に無関係だとするとこの事件に対するあなたの興味も薄らうでしょうミラーは陰気な顔をして立ち上がったベルフィールドに関する限り興味は持てませんがこんな巧妙な手口を思いついたのは誰だろうかとその点に興味を感じますねミラーは顔を輝かしお調べになるんでしたら できるだけの便宜を図ってあげますよ。そう思って指紋係からこれを借りてきてあげたのですが、まだ他にご希望がありますなら、なんでも言ってください。犯罪のあった部屋を見せていただきたいですな。承知しました。では、明日でも。明日の朝10時にお待ちしています。ソーンダイクはその時刻に行くと答え、ミラー警視は。 新しい事態に対処する方法を考えながら帰っていった彼は送ってドアを閉めるとすぐそのドアを外からノックする音が聞こえた私がドアを開けるとベールをかけた地味な服装の女が素早く部屋に入り込んで「主人はどこにいますかしら?」と言ったがソーンダイクの姿を見ると 怒った威嚇的な顔で彼のそばへ寄り主人をどうなさいました秘密を守ると約束なさったのにお裏切りになりましたね今階段で警察の人に出会いましたよご主人のベルフィールドさんはどうもしやしません隣の部屋にいますからご安心なさいソーンダイクは部屋を指さした ルルフィールド夫人はすぐそのドアに近寄り「フランクいらっしゃる?」言いながらノックした鍵を回してドアを開けて青白いやつれたベルフィールドが現れ「ずいぶん長かったですね」ととがめるような口ぶりだったそれは 検討違いの犯人を探していることをミラー君にのみ込めるように説明したんだから長くかかるはずですよでも結局分かってくれましたあなたはもう自由の身です誰もあなたを逮捕しやしないベルフィールドは立ったままあぜんとなった夫人も驚きのあまりしばらくは物も言えない様子だったが出し抜けに夫にすがりついて泣きだした でも、私が無罪であることがどうしてお分かりになりました。そんなことを知るのが私の商売なんです。誰だって自分の商売だけはうまくやりますよ。おめでとう。これからご馳走でもお上がりになって、ゆっくり休んでください。彼はベルフィールドと握手した。夫人は無理やりに彼の手に感謝の切符を浴びせた。 そして彼はトムチに立って遠のく二人の足音にいつまでも耳を澄ました。関心な人だ」と彼はドアを閉めながら言った。もう少しで方をかきむしられるところだった。あの女の幸福を脅かした犯人を必ず探してみせる。これから述べようとすることは私にとっては大変教訓的だった。 というのは、犯罪捜査の根本法則だとソーン大工が常に言っていたことがこの事件では本当に重要であることが分かったからであるそれは「いやしくも事件に関係のあることはどんな微々たる事柄でも何の先入観も持つことなくちょっと見ては無関係と思われることでも辛抱強くかき集めて研究せねばならぬ」ということである 学識もあれば才能もある我が友ソーン大工が、この事件調査にあたってどんなことを言ったか、それは今ここに先走って述べないで、これから順を追って、出来事全体を話すことにしよう。私は一週間のうち二三日は、キングスベンチウォークのソーン大工のうちに泊まることにしているのだが、その朝目を覚まして海下へ降りてみたら、助手ポールトンが、 朝食をソーンダイクはしきりにピンセットで2つの指紋の写真の寸法を測っていたが私を見ると静かにピンセットを置いて笑いながらテーブルに向かって座った今朝君も行ってくれるだろう。ケンバウエルの殺人事件なんだが無論君の方に差し支えなかったら行くよしかしまだ何も聞いていないんだから 出かける前に事件の全貌を話してもらいたいもんだソーンダイクは笑うのをやめて皮肉な目で私を見たその手は昔話の狐と鳥だよ君は僕一人に本気でしゃべらせておいて自分では面白い話を聞きながらハムを食べようと言うんだろううまいことを考えたもんだそういうわけでもないが 始終犯罪者と接触しているとそんなになってしまうんだよ彼は苦笑してそんな風に考えちゃいかん簡単に話すとこうなんだ殺されたコードウェルは盗品を買い取るのを商売にして警察のスパイだったという評判もある男なんだが小さい家に一人で暮らして年を取った女中が一人いるきりだった 一週間ほど前この女中はコードウェル一人を残して娘の嫁入り先へ行って一晩泊まって翌朝帰った帰ってみたら書斎の血の海の中に主人が倒れて死んでいたというのだ警察医は死後12時間と推定した致命傷は背後から何か重いもので一撃を加えたというのだが そばの床の上に落ちていたかなてこがその重いものというのにぴったり当てはまっていた死体はカラーのないシャツにドレッシングガンを引っ掛けていたガスが引いてあるのに床の上にはろうそくが転んでいた書斎の窓はかなてこでこじ開けた形跡があり窓下の花壇にははっきりと足跡が残っていた 警察は彼が寝室で寝かけていたら書斎の窓を開ける音がしたので書斎に入ってみたらドアの後ろに隠れていた犯人が殴り殺したのだと見ている警察が調べてみたら窓ガラスに君も見た指紋がついていたがその指紋を調べてみたらベルフィールドという前科者であることが分かっただがこの指紋はこれも君が知る通り 僕が調べてみたらゴムかゼラチンのスタンプであることが分かったこれが話のあらばしなのだ彼の話が終わる頃には食事もほとんど済んでいたので私たちはすぐ出かける準備に取りかかったソーンダイクは野外測量に出かける人のような書道具をポケットに入れたようだったそして、 指紋の写真を引き出しにしまって鍵をかけると川岸を通って現場に向かった指紋がダメになったとすると警察は今のところ何の手がかりも持っていないわけだね歩きながら私は言ったそれは手がかりはないのだろうが今までの材料をよく吟味してみるといろんなことがわかるはずなんだ例えば これはけさ気がついたことなんだが偽の指紋を作った男は2つのスタンプを使ったに違いない1つは4本の指1つは親指だそしてその両方ともが警視庁の台帳をもとにして作ってあるのだどうしてそんなことがわかるの私は聞いたそれは簡単だミラー君が がかりのシングルトンからガラスの指紋と台帳の指紋を借りて持ってきてくれたがその寸法をよく測ってみると2つが全く同じなのだ指紋の不完全な部分例えば陰気のつかなかった箇所のようなそんな不完全なところまで全く同じであるばかりでなく4本の指と指との間隔まで寸分違わない親指だけは 長に指を回して取ってっあるので、その卵型の部分だけスタンプにしたらしいするとコードベェルを殺したのは警視庁の指紋係かなそんなこともあるまいがそれに関係のある男なんだろうどこかで台帳が漏れたんだろう殺された男の住んでいた小さい一軒家に着くと豊島の女中がドアを開けてくれ ミラー氏が玄関に出迎えたまっていしした。とりの彼は私たちを家具の少ない殺人の行われた書斎に導き入れた床の敷物の黒っぽいしみと四角に切り取った窓のガラスが恐ろしい犯罪の名残だった。 新聞を敷いたテーブルの上にいろんなものが並べてあった。その中に銀の茶匙や懐中時計や宝石だけ抜き取った。ソーシングなどが見えたが、めぼしいものは見当たらなかった。狂気の粗末な金手こもあった。こう述べるはどうしてこんなものを大事にしとったのかしら。この中には最近の盗難で盗まれた品物もあるようですが。 どれもこれも犯人がわからないんです。何か見当たらないものがあるのですかそれはわかりません。金庫を開けたかどうかもわからないんです。金庫の鍵はデスクの上にありました。だから多分開けただろうとは思うんですが、金庫を開けるぐらいなら、こんな品物だって持っていきそうなもんです。これみんな金庫の中に入っていたんです。 かなてこに粉をつけてみましたかミラーは赤くなったつけるにはつけたんですがわたしが踏み込む間に何人もの大バカが勝手につつきまわして窓口に当ててみたりしたもんですから出てくるのはそいつらの獣みたいな指紋ばかりでした窓は無理にこじ開けたのじゃありますまいソーンダイクは聞いた。 ミラーは驚いたように顔を起こしそうなんですわざとこじ開けたように見せかけたらしいのです足跡だってそうですコードウェルの靴を履いて出てわざと足音をつけたんですコードウェル自身がそんなことをやるはずはない手紙や電報は調べたんですか 犯罪のあった日の9時に会おうという手紙があるんですが差出人の名がないんです字もどうやら書き手がわからぬよう警戒して書いたものらしいそんなら手がかりになるようなものは何もないんですかところが金庫からこんなものが出てきましてな意味ありげにソーンダイクを見たあとで ミラーは小さいい包みを解いた。中から各種の宝石類と一緒にまたハンケチで包んで紐で結んだもっと小さい包みが出てきた彼がその紐を解くと中から出てきたのは同じ模様を刻んだ6つの銀の茶匙と2つの塩を入れる薬味入れと頭地を組み合わせた模様のある金のロケットだった。 その中からは半分に破った紙も出てきたがそれには書き手が分からぬようにひねくって書いたらしい文字で「これが約束の品物です」「FB」と書いてあっただがソーン大イが興味深げに見つめていたのはそんなものよりもそれを包んであった判決で二箇所小さい血の染みのついた古びたその判決の隅には ゴムで F ・ベルフィールドの名を押してあったソーンダイクとミラーは顔を見合わせて笑ったあなたがどう考えていられるか私には分かりますよミラーは言ったそれはわかるでしょうあなただって心の中では私と同感に違いないんだしかし、か カリソメにもここにベルフィールドの名が書いてある以上言い開きをするのはあの男の義務だと思うんです環境に食い下がったどうしてかというにこれはこの事件だけのことじゃないこのサジや塩入れやロケットはウィンチモアヒルで盗難があった時盗まれた品物なんですよ 私の方ではあの時の犯人を今でも血眼になって探しているんですあなたの気持ちは分かりますがしかしこの判決は何の証拠にもならんしっかりした弁護士例えばアンスティさんだったら5分ぐらいでこの判決を一文の価値もないものにしてしまいますよけれどもこの判決をよく調べるといろんなことがわかるかもしれない だからこの判決は当分私にお預けになるといいですよ初めはミラーは不参政らしかったが結局不詳不詳にソーン大工の要求を入れたそうですかそんなら23日間持って帰って調べてくださいサジやんかもいりますかいや判決と字を書いた紙切れだけで結構。 2つの品物を受け取ると彼はいつも持ち歩くブリキの箱の中に入れてポケットにしまったそれからしばらく雑談をした後で私たちは不満げなミラーと別れてキトに着いたあれだけ見ても何の得るところもなかった現場にあったものを動かしてあるが動かす前に専門家が十分に調べたのかしら 歩きながらソーンダイクは言った君はミラーの話を聞いて何か思い当たることがあったか私は聞いたただこっちの見込みが一層確実になっただけだよコードベェルという男は盗品を買い取るのを看板にしながら一方では警察のスパイをやっていたいつも警察に情報を提供していたから 品物を持ち込む者の,の方でも大事なことはしゃべらぬように気をつけていたと思うんだ警察の犬は大抵強括をやる。だから僕の想像ではコードウェルに恐喝されていた男が最初訪問すると約束しておいて女中のいない時刻に訪問して彼の頭を殴って殺したのだこれは計画的な犯罪で犯人は一石二鳥をたくらんだ それで、偽の指紋のスタンプを用意したり、ベルフィールドの名のあるハンカチを持ってきたり、ミラーくんが探している宝石や銀の食器を金庫の中に入れたりした。どの品物を見ても金目のものはない。みな、ミラーくんにベルフィールドを追っかけさせようとするような品物ばかりだ。僕もそう思う。犯人の目的はの この殺人やその前の一連の窃盗事件の罪をベルフィールドに負わせたいのだそのとおりここでミラー君の立場になって考えてみようベルフィールドは今ミラー君の手中にあるが他の男は他の男があるとして誰やらわからないだからベルフィールドを追及してできれば彼を有罪にしたい 万一無罪なら彼がそれを証明すればいいこれからどんな手を打つつもり電報を打って今夜ベルフィールドに来てもらうあるいは判決について何か知っているかもしれぬそれと今までの材料をつなぎ合わせて考えてみれば今後の方針が立つかもしれない君の診察時間は ?12 時半。 バスが来た。昼食には帰るよ私はバスに飛び乗り2階へ座席を閉めてゆるゆる歩く我が友を振り返った機械的に彼は周囲の者に注意を払っているものの心の中ではしきりに何か思案しているように見えた私は診察を済ますと それはなおざりにできぬ精神病患者だったが昼食に間に合うように急いで帰ったソーンダイクの顔を見た私は彼の様子が今までとはすっかり変わって快活になっていることにすぐ気がついた何か困難で複雑な問題が解決した時には彼はいつもこんなに快活になるそれでいて、 私にそれをはなそそうとはしなかった。それどころか自分の仕事など一切忘れてむしろほかの方面へ気を向けたがっているもののようだった午後はどこかへ行ってみようかジャビスくん元気のいい声だった天気もいいようだし今ちょっと暇なんだ動物園へ行ってみようか チンパンジーのいいのが来たというしペリオフサルモスケルロテイリという珍しい魚もついたそうだよどうよかろうと私は答えたそしてゾウに乗ったり灰色のクマに菓子パンを投げてやったりしてわしのように若返ろうだがそれから1時間ほどたって動物園を歩き回る頃の私は 彼がこんなところへ足を運んだ真の理由はのんびりした気分を味わうためではないのだということを悟った彼はチンパンジーにも不思議な歩く魚にもそんなに興味を感じないもののようだったそのくせ私に不信を抱かせるほど頻繁にラマやラクダのいるあたりを歩き回ったしかも彼が興味を感じているのは そんな動物そのものよりも動物の住むおりや小屋であるらしかった見たまえジャービスくんと蔵を置いたラクダが足早に小屋の方へ引っ張っていかれるのを見ながら彼は言う砂漠の船だ船の真ん中に立派な客室が見えるだろうだが船尾の足の動きはいささかリウマチ性の関節炎を病んでいるようだね あの船が港ににに入るる前にもっととよよく観察することにしよう。私たちは近道を通ってラクダの方へ急いだがその途中でソーンダイクはこんなことを言った「馬やトナカイやラクダが人に飼いならされ人の役に立つようになった経路を考えてみると面白いもんだよ」例えばラクダが昔からの歴史や商業に課した役割を考えてみたまえ。 彼らがどんなに文化の伝達に役立ったかエジプトのカンビサスから近代のキチナーに至るまでの間にどんなに戦争に役立ったかそんなことを考えてみたまえ実際ラクダは不思議な動物だよもっともこのラクダは少々解決病にかかっているらしいがこの悪口が通じたのかラクダはソーンダイクの前まで来ると人をバカにしたような顔で笑ってすぐ横を向いてしまった このだはずいぶん年をとっているんでしょうねソーンダイクはラクダを引いている男に話しかけた近頃めっきり元気がなくなりましたソーンダイクは彼と並んで歩きながらこんなものを買うのには手がかかるでしょうかかります気が荒いものですから。 ラマやラクダが好きなんですがクミになった写真はどこで売っているんですか事務所へ行ってごらんなさいいろんな動物の写真がありますでもクミになったようなのならラクダの小屋に写真の上手な男がいますからその男にお頼みになるとどんな写真でも撮ってくれます今はいませんけれど なんという名前の人ですか？手紙で頼みたいのですが。うどんソープです。ジョージ風うどんソープ。頼んでごらんなさい。いい写真を撮ってくれます。いや、これはどうもありがとう。彼はソーンダイクから受け取った金をポケットに入れてラクダを連れて小屋に入った。急にソーンダイクは？ ラクダに対する興味を失ってしまってて、しま私が足を向ける方についてくるようになり大は象から小は子虫に至るまで同じ公平な興味を持って小学生みたいに気軽に歩き回るようになっただがさすがに羽や毛のようなものが目につくとそれを丹念に拾って別々な紙に包んで鉛筆で何か書き最終箱に入れることは忘れなかった。 こんなものが、いつ役に立つかもしれれなないののだ。ラクダの檻を離れながら彼は言う。例えばここに低い鳥の小さな羽と王子科の毛があるがこの2つを識別することによってある犯罪の秘密を解き罪のない人間の生命を助けうるようなこともあるかもしれないそんなことは今までに何度もあっただから これからももあるかもしれない。そんなものを君は随分たくさん収集しているだろうね家へ帰りながら私は聞いたおそらく世界一の収集だろうその他にも各地方の特殊な工場や製造所のほこりや泥食品や薬剤その他法医学に関係のある いろんな顕微鏡で見るような小さいものを集めてあるからその道では世界に類のない収集だろうそんなものが仕事の役に立つのかね役に立つどころか何度もそんな見本を持っているために思いもよらぬ証拠をつかんだことがあるそして何度もそんな経験をしたので顕微鏡というものが 法医学の最後のよりどころであるという確信を持つようになった話は違うが「ベルフィールドに電報を打つ」とか言っていたが打ったのか今夜8時30分になるべくならサ君同伴で来てくれと言っておいた判決の謎をそこの底までついてみたいのだでもあの男が本当のことを話すかしら それはわからんがねえしかし本当のことを言わないならあいつがバカなのだでも大抵本当のことを言うよあの男は俺には何を隠しても無駄だということを知っているんだから夕食が済んでそのあとが片付くとソーンダイクは助手ポールトンに手伝ってもらってその日採集したものを分類し始めた小さい毛や羽はスライドに貼り付け 大きいものはそれ,ぞれ封筒にしまって、その封筒に文字を書き込んだ。彼が助手を使ってそんなことに余念がない間私は窓際に立って外の景色を見紫色を見ながら彼が標本の作り方やその保存法についていろいろ助手に注意を与えているのを聞いていたそして彼がそんなことに関して無限の知識を持っていることや またその助手がよく訓練されていることを私は今更のように痛感したふと私は見覚えのある人影が街を横切ってこちらへ向かうのを見て「おい君厄介なことになったよ」と言った「どうしたの?」。は顔を起こした。 ミラー視が来るらしいぜ今8時20分だからベルフィールドと勝ち合いはしないかしらソーンダイクは笑いながら妙な鉢合わせになったなベルフィールドが腰を抜かすかもしれんしかし本当はちっとも構わないんだそれどころかミラー君が今来てくれたほうが都合がいいのだまもなく せっかちらしいノックの音が聞こえたポールトンに案内されて部屋に入ってきた彼はおどおどした目つきで部屋の中を見回した今はお忙しいのじゃありませんか弁解がましい口ぶりだったソーンナイクはゆっくり一食い鳥の羽を封筒に入れ採集した場所や日や鳥の名を書き込んで いやどういたしまして。この事件では、私はあなたの番頭みたいなもんですよ。ポルトン、ウイスキーとソーダ水を持ってきてくれ。そう、大工さん。あなたにはすみませんが、あの判決と、それから字を書いた紙切れですな。うちの連中が騒ぎ出して、あれは大切な証拠品だから、早く返してもらって。 封をして金庫にしまっておかないといかんと言うんですがねいやそういうことになるだろうと思っていましたソーンダイクは言った私もない,ない心配していたんですそんなわけですから今いただいて帰りますご迷惑だろうとは思いますがちっとも迷惑じゃありません今夜 ベルフィールドに来てくれと言ってあるのです。ですからもう来るでしょう。あの人が来て話を聞いたら、もうハンケチはいらないのです。あの男にハンケチを見せるんですか。ミラーは顔色を変えた。むろん見せます。そんなことをしちゃ困る。それは警視庁のものとして私は許しませんよ。 ソーンダイクは警官の前に人差し指を突きつけそんなことを言うもんじゃないミラーさん今言ったように私はこの事件であなたのために働いているのですだから万事私に任しておきなさい馬鹿げた邪魔はしないがよろしいそしたらあなたが今夜ここからお帰りになる時には判決はもとよりあの紙切れも それからことによるとこの殺人を犯した犯人最近方々にあった窃盗事件の犯人の住所・氏名を持ってお帰りになれるのです本当ですかあなたは休む暇もないほど活動していらっしゃるんですなお静かにドアをたたく音。 ベルフィールドだな。ベルフィールドだった。さい君も一緒だった。だが、ミラー警視の姿を見ると、2人は新読みした。そんなに怖がらんでもいい。あんたを捕まえに来たんじゃないから。ミラーの言葉には取り繕ったような。穏やかさがあった。文字通りに受け取れぬ。言葉ではあったが。 者を幾分安心させたことは事実だったミラーさんは用事があってここへおいでになったのじゃないのですソーンダイクは説明しただから心配しないで思ったことを話してくださいこれはあなたの判決ですかよく見てほんとのことを答えてください 引き出しから出したハンカチを彼はテーブルの上に広げたこの時私は初めて気がついたが結婚の一つを四角に切り取ってあった震える手でハンケチを取り上げたベルフィールドはスタンプで押した隅の名前を見るとさっと顔色を変えた「これは私のものらしい」。 お前どう思うリズしわがれた声で言って妻に渡した女はまず名前を見それから縁の縫い方を見てそうだわ洗濯屋で替えられた判決よ早温大工に向かい半年ほど前判決を判断すかって それにゴムのスタンプを押したのですがある日洗濯屋から戻ったのを見るとスタンプを押していないのが1枚混じっていたのです洗濯屋に交渉しても容量を得ませんでしたのそれで代わりの戻ってきたのにスタンプを押したのですいつ頃のことです大は聞いた。2月ほど前です それ以外のことは何も知らないんですかええ何もあなた知っていてフランクベルフィールドはむっつり顔で頭を横に振ったソーンダイクはハンケチを引き出しにしまってところで今度は別の話なんですがあなたがホロウェイ刑務所にいた時 ウドソープという看守か看守の助手がいたはずなんですがあなたはその男を知っていますかよく知っていますその男ですよあのソーンダ大工はそれを遮って分かっています刑務所を出てから会ったことがありますかええ一度 今年のの復活祭の月曜日でした。動物園であったのです動物園のラクダの飼育係をしているのです私が今日のことを思い出してクスクス笑ったので喋っているベルフィールドが不思議がったほどだったそして私の連れていた子をラクダに乗せてくれたりしたのです その時どんなことがあったか覚えているでしょうソーンダイクは聞いたちょっとラクダが暴れたのです気の荒いラクダだったと見えて足で蹴った拍子にそばにあった柱からのぞいている釘に足を打ちつけてけがをしたのですその時ウドソープが汚いハンケチで足を結びかけたので 私がこのハンケチを使えと言って自分のを出してやったのですウドソープはそれでラクダの足をくくって後で洗濯して返すから君の宛名を知らせてくれと言いましたけれども私はそんな厄介なことをしなくても血はすぐ止まるから動物園を出るときもう一度ここへ帰ってくるからそのときハンケチをもらうと言ったのですそして、 1>, 1時間ほどしてラクダの小屋へ帰って汚れたままの判決を受け取って帰ったのです返してもらった時自分の判決かどうか調べましたかソーンダイクは聞いた畳んであったのでそのままポケットへ入れてしまいましたそれを持って帰ってどうしました ものを入れるかごに放り投げたのです判決について知っていることはそれだけそれだけですよろしいベルフィールドさんもうあなたは何も心配することはない新聞を注意して見ていてごらんなさいケンウエル殺人事件のことが出ますから前科者とその細くんは ソーンダイクの言葉に安心してて部屋を出て行った。彼らが出て行くとソーンダイクはハンケチと半分にちぎった紙切れをミラーの前に広げて万事うまく進行して私の思っていたことがぴったり当てはまりました崔く君がハンケチの変わっていることに気づいたのは二月ほど前のことだったが動物園の出来事はそれよりずっと前にあったのです。 しかし今の男の話が本当かどうかわからないでしょうミラーは反対したでも今の男の話は他の証拠とぴったり符合するのですハンケチの結婚を私は切り取っていたでしょうあんな乱暴なことをしてもらっちゃ困るですよ他の連中が黙っちゃいない ああの血痕がここにあるんですジャービス君に見てもらってどんな地か説明してもらいましょうハンケチを入れてあった引き出しからスライドを出し顕微鏡をテーブルの上に置いてその中に差し込んだジャービス君見てくれたまえ私は顕微鏡を覗いた。 強力な大レンズの先に現れた主役に浸した小さい四角な織物の端を見つめながら「鳥の血らしいね」と私はためらいがちに言ったあとででも角が見えないどうしてだろうまたのぞいてあわ分かったこれはラクダの地だ それを聞いたミラーは前に乗り出し「本当ですか!と」と興奮した声でソーンダイクに聞いた「本当です」ソーンダイクは答えた「けさ帰ってきてからそれが分かったのです」「ラクダの血であることは確実なんです」「哺乳動物の血球は丸いですが」 一つの例外はラクダ族でラクダ族の血球だけは血球が楕円形なのですするとウドソープがケンバウエル殺人事件と何かの関係があるのでしょうかミラーは言ったありますともあなたは指紋のことを忘れていらっしゃるミラーはとぼけたように。 指紋がどうしたのです？あの指紋は二つのスタンプを使ってつけたのです。そしてそのスタンプは指紋大尉の写真で作ったのです。それは確実でいつでも証明して見せてあげます。それがどうしたのです？ソーンダイクは引き出しから一枚の写真を出してミラーに渡した。 これはあなたが持ってきてくださった台帳にあるベルフィールドの指紋の写真ですがこの指紋の下の方にどう書いてあるか読んでみてください何と書いてありますソーンダイクはそこを指で指したミラーは声を出して「採取者ホロウェイ刑務所監修ジョージフ・ウドソープ」 と読んだ後で、しばらく呆然としていたが、これはやられたよく見つけましたねしかもこんなに早くよーし、明日になったら一番にウドゾープを捕えてやるしかしウドゾープはどういう風うにコードウェルを殺したのでしょう彼としては同じ指紋を二つ取るという手もあった。 そうしたって囚人に怪しまれる心配はないしかし彼はそうしないで指紋を取るとそれを警視庁に送る前に写真を撮ったのです写真の上手な男だったらカメラをテーブルの上に置いて写せば1分か2分あればできることですそして私は彼が写真の上手なことも確かめたのです明日あの男の部屋を探してごらんなさい 写真機もスタンプも出てきますから。そうですか。しかしこれは驚きましたな、ソーンダイクさん。私は逮捕状を出してもらわなければならんから帰ります。おやすみなさい。どうも、いろいろありがとう。ミラーが出て行くと、しばらく私たちは顔を見合わせて黙っていたが、ソーンダイクはこう言った。 これは至極簡単な事件ではあるが貴重な教訓を与えてくれると思うのだこの教訓はジャービス君君も覚えていてもらいたいそれは犯罪事実を調べてしまうまではその事実の証拠としての価値は分からないということだこれは分かりきったことなんだが他の分かりきったことと同じように どうかすると忘れられらがちなのだ。この事件について考えてみると今朝コードウェルの家を出る時にはこんな事実が分かっていた1コードウェルを殺した人間は直接か間接か警視庁の指紋係に関係があるに違いない2その人間は写真が写せるに違いない3 その人間は多分ウィンチモアヒルの窃盗事件の犯人でもあろう。4彼はコードウェルの馴染みだったたびたび盗品を持ち込んでコードウェルから恐喝もされていただろうこれだけだ手がかりとしては曖昧なものだろう次は判決だがこれは偽の手がかりとして犯人が置いたものに違いないが 最初はかからなかった。ベルフィールドのスタンプが押してあるもののあんなスタンプは誰でも作れるその判決には結婚があったがこれは世間によくあること人間の血かもしれぬし人間のでないかもしれぬどっちにしたって大した問題ではないと思ったがこれが哺乳動物の血だったらそれも一つの事実だしまた 人間の血だったらそれも一つの事実私はとにかく事実が知りたいと思ったそれに証拠としての価値があるかないかそんなことは後になってみないとわからないそれで家へ帰って調べてみたらなんと意外にもラクダの血だったそして一見無意味に思われるこの事実が 大変重大な価値を持つようになったそれから後のことは君にもわかるだろう指紋の写真を見るとそこにちゃんとウドソープの名が出ている私の次の仕事はロンドン中のラクダのいる場所を歩き回ることそしてそんなところにいる人間の中に写真の写せるものがいるかどうか調べること まず第一に足を運んだのが動物園だったがそこでばったり出会ったのがウドソープだったまた言うどんな事実だろうがそれを調べてしまうまでは無関係なことと言ってはならない以上の話は後半の時公表されもしなかったしまたその後半の時ソーンダイクが証人として立ちもしなかった というのは、いよいよウドソープの家宅捜索をしてみたら2つの指紋スタンプはうに及ばずたくさんの囚人の指紋の写真その他動かすことのできぬいろんな証拠が次から次と現れて彼が真の犯人であることは疑惑の余地がなくなったからであったそしてそれから間もなく社会は 一人の有害な人物から解放されたのであった。